神戸市灘区六甲本通り商店街の北側入り口に今年2月にオープンした福知庵餃子。看板には餃子専門店としては珍しい24時間営業の文字が。この店は24時間営業の餃子の無人直売所なんです。餃子は36個入りで1000円、醤油だれと味噌だれも販売されています。うわー、美味しそう。美味しそうやね、うん、蒸し焼きでは中まで火を通し表面の皮をパリッと仕上げれば出来上がり。キャベツやニラなどのたっぷり野菜と豚肉が入った餃子はしっかりとした味付けでご飯がよく進む美味しさです。こちらは福知庵餃子の辻口さん。ある思いから5年ほど前にこの販売方式のアイデアが生まれたそうです。日頃からですね、大阪を中心に、ラーメン屋という、お店を展開させていただいておるんですが、日頃のご愛顧ですね、感謝といいますかお返しをさせていただきたいというふうに思いまして、できる限りお安くコストを下げた形でですね、お客様に販売させていただきたいというところから今回のこの無人餃子の販売、この仕組みができたということです。結果的にコロナ禍と重なり、非接触の無人直売所方式が今年2月に誕生しました。オープン初日は250パックの販売目標を大きく上回る800パックを売り上げる人気ぶりです。買い方は野菜の無人販売と同じ、大きな冷蔵庫から餃子を取り出し料金箱に必要なお金を入れるだけですが、現金のみ、お釣りは出ないので注意が必要です。餃子の補充は1日1回、お店近くにスタッフの方が来てお店の掃除もしていきます。24時間空いている餃子の無人直売所、好きな時間に気軽に利用してみてはいかがでしょうか。ということで餃子が24時間買うことができるという、まあ、今コロナ禍でね、この対面じゃないっていうのもなんか接触がありませんからね、そういうとこ気にされてる方も安心やし、ただあれ箱に入れるって、まあ下世話な話、こう取ってそんな入れへんとかそんな人いないんですかね。それがね心配でしょ。泥棒とか勝手に持っていく人大丈夫ですかって聞きますと、辻口さんこう答えてくれました。防犯カメラも設置してあり、今のところ故意に商品を持って帰る人は出ていない。本当にありがたいと、そういう方が一人もいないという現状なんですよ。そのお客さんもこう信頼信用しているから、この商品も信頼信用して、逆にねこういうお店でそういうことをやりにくいっていう部分もあるかもしれませんけどね、まあやる人は来ないよね、そういう人はね。そうですそうです、はい。ということで作り方はホームページに載っています。で、油を敷いて水をかけて蒸し焼きにするだけですが、簡単便利ですからね、皆さんもぜひ一度この無人直売所訪れてみてはいかがでしょうか。